金印の滝は、京都府宮津市滝馬にある滝。高さ約40メートル、幅約20メートル。金印の滝、白流の滝、画梁の滝の三滝の総称である。大手川の支流である滝馬川の上流部にある。京都府で唯一、日本の滝百選に選定されている。宮津市街地から南西に1.5キロメートル、大手川の支流である滝馬川の上流部にある。 夏季は農業地として宮津市民に親しまれている。標高270メートルの大木山の登録、標高約150メートル地点に位置する。近畿自然歩道にもなっている歩道を上がっていくと、河流の滝、白流の滝、主曝の金引きの滝の順に並んでおり、三滝を総称して、金印の滝と呼ぶ。主曝の金引きの滝は、 下降戦力岩を滑り落ちる分岐幕であり、幅の広い岩盤を滑るように落ちる。見学者から見て、左側の幅の狭い方が目がき、右側の幅の広い方が尾焚である。滝壺が浅いことから、流れ落ちる滝ののすぐそばまで近寄れるという特徴がある。東向きに落ちていることから、午前中に日が差すと虹がかかることがある。滝の近くには北向き地蔵村や、 金印不動村や滝馬神社があり、あずま屋も設けられている。1990年には日本の滝百選に選定された。2019年6月19日放送の TBS 系列旅服 VR では、モデルの黒綺麗なと音大生の三浦海が金印の滝を訪れた。2020年前半に新型コロナウイルス感染症が世界的に流行する前、 2019年から2020年初頭には、竜を好む中国人観光客らが多数訪れる観光スポットとなった。2019年下半期には、トレンドエクスプレスが中国の SNS で行った日本の訪問地調査で28位となった。コロナ禍にあって外国人観光客は減ったが、3密を避けられるスポットであることが認知されて、訪問者が増加した。 特に2020年7月以降に訪問者が増加し、8月以降には周辺道路で渋滞が発生するほどとなった。2020年10月から、天の橋立て観光協会によって、滝漁体験が行われている。1984年から2012年まで、毎年7月最終日曜日には、金印の滝火祭りが催されていた。江戸時代後期、 宮津藩の悪性に苦しむ農民が、金印不動村の力を借りて、滝水を豪華に変えたとする伝承から、火祭りでは滝にガソリンを流して、火柱を出現させていた。しかし、環境問題に関心のある市民から疑問の声が呈されることもあった。所在地アクセス。ありがとうございます。